ございます。赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。現在の時刻が、朝5時半になっちゃったかな。ベランダのレイアウトお掃除やっていきたいんですけど、まあ昼間が暑くて暑すぎて、日の出とともにやろうということで、朝4時に目覚ましかけたんですけど起きれませんでした。じゃあやっていこう、じゃあやっていこう。今現在のベランダがこんな状況です。引っ越ししてからほぼちょっと植物と資材とちょっとだけざっくり分けたくらいで、ほぼ手つかずの状態です。これをねまず整理しなきゃいけないのと、とにかくベランダが広いのでいろいろ有効活用はしたいんですが、まだとりあえずはノープランな感じ。床もこのグレーの防水塗装がされてるだけなので、少し殺風景なので、昨日ですねホームセンターでグッズを買ってきました。それがおしゃれに決まるかどうかちょっとやってみないと分かんないですけど、とりあえずこの状態はね少し脱したいので、今から作業していこうと思います。とにかくねこれが多いんでね、石とか流木とか、あとは90センチ水槽解体してきたんで、昨日動画上げましたけど、底上げに使った軽石とかがねやたらと多いんで、それもねちょっととりあえずビニールに入れて段ボールに詰めて持ってきたんで、そこら辺も天日干ししたいんでちょっと開けていきたいと思います。まずは必須の蚊取り線香、これ吊り下げできる線香皿を買っときました。結局置く。で買ってきたのは、ホームセンターのカインズホームで買いました。これジョイントタイルマット 30×30 の厚み 1.2 センチのものでめっちゃ軽いで、何が良かったかっていうと、これ1枚198円だったかな、200円しない。なんかいろいろ見たんですけど、 IKEA のウッドパネルとか、 IKEA のウッドパネルにしようかなと思ってたんですけど、1枚1枚結構重たくって、どうしても引っ越しとかが私の場合あるので、その時に処分する可能性もあるんで、それを考えるとなんかヘビーなものはちょっとしんどいなということで、このカインズにしました。色はね3色あります。今回はあえて3色全部買ってみました。なるべくこのベージュ系を多めにして、少しこの焦げ茶と濃いグレーを足す、ランダムに置いていく計画です。まずこれの設置からやっていこうかなと思います。セイロンライティアがしおれてる、やばい。ここにつけとこう、死んだ水草に。これ最後に水槽のところから取り出してダメ元で持ってきましたけど、溶けましたね。アヌビはまだ生きてるから、ちょっとそこら辺も後で整理しなきゃ。
今とりあえず仮置きをしてみてます。どんな感じの雰囲気になるか。やっぱウッドとかの方がかっこいいのは分かってるんですけど、意外とでもこういうのって引いちゃえばその床材とちょっと質感の違うものさえ持ってくればそこそこに見えるんじゃないかなと思っております。何枚買ったんだっけな。ひとまず30枚買ってみてます。8時になったら多分暑くなっちゃうから、残り2時間勝負。はい、大体のイメージができたのでちょっとこれでジョイントしていこうと思います。こんな感じでつけてきます。こっちとこっちと2分割でやってたらこことここの継ぎ目が合わなくなっちゃいました。困ったな。なんでそうなった、うん、できました。こんな感じで30枚でこのくらいのスペースなんで、まあ、もうちょっとお湯を増やしてもいいかな。はい、じゃあそれでは植物たちを移動しましょう。ガーデンチェアとデスクとシェルフ動かしてみました。なかなかいいんじゃないですか。この一角だけでも雰囲気出てきましたね。めっちゃ斜めだな。で、この一番大きなビオトープ持っていくのが大変だったので、少しでも重量を減らそうと思って、石とか流木、あとは、セイロンライティア。ちょっと今元気なくなっちゃってますけど、セイロンライティアを撤去して別で持ってきました。で、それを今から、元に戻したいと思います。ごめんなさい。よいしょ。よいしょ。危ない。よいしょ。よ。とりあえずこんな感じで出来上がりました。ちょっとね、こう輸送でダメージ受けちゃった植物もいくつかありますけれども、まあ、今からお水あげてね、ちょっと元気になってくれれば良いかなと思います。メダカさんはね、元気です。で、水槽用の浄水器を通したお水でシャワーしていきます。今暑いので、今まで住んでた静岡よりもここはね、非常に気温が高いので水の減りは早いですね。キッチンから、蛇口を取るようにしてて、まあ、導線としてはいいんじゃないかと、作業しやすい導線を確保しました。
これはね、あのカインズのやつめっちゃ薄いし、あの手入れもしやすくていいんですけど、滑るので気をつけた方がいいです。めっちゃ滑ります。 B さんのとかだとめっちゃ滑る。フルメイヤーもねちょっとしょねっとしてたんだけど、まあ、少し復活してきたかな。メタコさんは全員いましたね。点呼したらちゃんといました。よかった。何にもねしっかりお水あげて、ちょっと夏の間は外で元気よくこの太陽の光を浴びてもらいたいので、おそらく秋冬になったら、まあ、取り込む予定ではいるんですけど、今のうちに太陽を浴びてもらうと。ランはお水いっぱいあげた方がいい印象なので、とりあえずタイムリミットの8時までには間に合いました。一通り終わったので朝食の準備をして食べて終わりたいと思います。やっと普通の生活に戻ってきたね。はい、じゃあ朝食の準備ができたので、お初ベランダでご飯食べます。最高だね。これベランダはまだ3分の1ぐらいしかスペース使ってないので、まだまだ増やせちゃいますけど、増やしますか？いただきます。うん、やっと普通の朝食に戻った。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してベランダ活動を楽しもうということで、また別の動画でお会いしましょう。ピクルス昨日漬けたから浅漬けです。うん、おいしい。うまい。あとフローズンフルーツとヨーグルト、これとこれとこれは毎朝セットとか。